さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、行ってみたいと思います。まず説明の指示をですね、ちょっと一読お願いいたします。でですね、今皆さん選択肢4つ見えてるかと思いますが、これの4つをですね、こちらでございます。後で皆さんお見せいたしますが、 A から F まで6つ空欄があるんですね。その空欄6つの中に1つずつどれを入れますかという問題でございます。皆さん、まず第1段落と第2段落でございます。まだ読まなくていいですからね。で、皆さん、続いて第3段落と第4段落。皆さん、これで一旦終了しますからね。この後、また上に戻ります。で、皆さん、本格的に行ってみたいと思います。皆さん、第1段落を一読していただいてですね。そして、この空欄 A に、この選択肢1、2、3、4のどれかが入るかどうかですね。検討いただけるとよろしいかと思います。ただ、空所が皆さん6つありますので、絶対にこれに入るかというわけではないので、ダメそうだったらもうダメで、さっさと次に行くという感じでよろしいかと思います。で、皆さん、空欄 A ですね。左側を皆さん読んでいただいているかと思いますが、そことですね、選択肢4つ見比べていただいて、言い換えがあるかどうかですからね。ただ、おそらくないんじゃないかなという感じがいたしますので、ここは、さっと次行くという感じでよろしいかと思います。皆さん、続いての段落でございます。皆さん、一読していただいた後、皆さん、この空欄 B ですね。に、この選択肢4つの中からどれを入れるのかというところを皆さん検討していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄 B の直前を見ていただけるとよろしいかと思いますが、いけそうですかね。皆さん、スピーチがですね、17% をさらにパスウェイス、説得力が増し、で、15% をさらに自信がつきましたという話がありますので、これと皆さん、言い換え可能な選択肢が選べてるんではないでしょうか。さあ皆さん、正解は3番ということでよろしいかと思います。皆さん、ちょっと下線棒を引っ張ってみましたが、例えばこのあたりであればですね、スピーチの平均的な長さですね、それが 29% 上昇したり、もしくはエクストラ37セカンドですね、プラスアルファの秒数、それをかける勇気が持ててるわけですから、自分をエキサイトメントだ、ワクワクしてるというふうに考えることによって、プラスの効果がもたらされているということですね。ですから 17% 説得力が増したり 15% 自信が持てたりというところで、皆さんちゃんと言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、あともちろん根拠としては場所なんですが、例えばこのあたりだったら前置詞アズの右側ですよね。そしてこれもそうですね、バイ前置詞の右側、そして一番同士の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後、皆さん残りの1、2、4の選択肢ですね。の中から一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄 C ですね。左側をご覧になっていただきますと、例えばブレーキの話があったり、車の話がありますよね。これと言い換え可能な選択肢が選べるかと思います。で、皆さん正解は4番ということでよろしいかと思います。皆さん、この単語ですよね。vehicle ということです。まあもちろん座がついておりますのもヒントかと思いますが、vehicle、車ということでございますので、これですよね。ブレーキ、車というところで皆さんちゃんと言い換え、つながりができますので、4番を空欄 C に入れて正解です。
で、もちろん、場所はどうなってますかってことですが、これですよね。オンという前置詞の右側が確定できる根拠となっておりますので、情報構造バッチリです。それでは最終段落でございます。皆さん注釈ですね。生理学的には、より活発にする。そして小編ですね。これが皆さんついておりますので、皆さんこれを参考にしながらですね、ちょっと皆さん一読をお願いいたします。そしてその後順番に行きましょうね。まずは空欄でに残りの選択肢1番、2番のどちらかが入るのかどうかですね、ちょっと検討していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、文頭にですね、ストップシステムとゴーシステムという表現がございますので、これで皆さん言い換え可能なものを選べると思います。さあ皆さん、正解は2番ということでよろしいかと思います。皆さん、もちろん場所をよくご覧になっていただきますと、例えばこのあたりですね、ハブという一般動詞の右側が根拠になってますよね。もちろん文末ということでも情報構造バッチリです。そして答えとなった選択肢のところもですね、例えばヒッティング、ヒットという一般動詞の右側、もしくはこれもそうですね、プレスという一般動詞の右側が確定できる根拠となってます。さあ皆さん、続いて E にですね、残りの選択肢1番を入れるのかどうかですね、検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、クーラー E の左側はですね、一応心配してるんですね。何か悪いことが起こるんじゃないかというふうな心配をしているんですが、クーラー E の右側を見ていただきますとですね、フォーカスオンで焦点を当てる、これに集中すると。それは the reason to move forward ということですか、なんか前向きな話に変わってますよね。これで皆さん、選択肢1番が言い換え可能かどうかを検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん正解1番ですね。1番を E に入れていただいてよろしいかと思います。まあ、選択肢1番後半見ていただきますと、まあ、パッシビティ、可能性ですよね。で、それはどんな可能性ですかっていうと、そのざっと説、The outcome will be positive ということで、結果が前向きになる可能性があるという話ですよね。プラスの価値観が皆さんこの move forward と言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、皆さん、場所はどうなってますかっていうと、ヒントとの、なったところですね。前置詞の右側ということでよろしいかと思います。そして、このあたりもそうですね。there is、まあ、短縮されておりますが、be 動詞の右側ですよね。もちろん、文末と考えていただいても、情報構造バッチリです。で、皆さん、4つの選択肢ですね。ご覧の通り、もうすべて、入れ終わってしまいましたので、最後、F のところには何も入れなくても済みますよということで、よろしいかと思います。それさん、お疲れ様でございました。皆さん、看護医療学部ですね、やってみましたが、皆さん、やっぱり究極はこれでしたね。本文の一部と、そして選択肢の一部を見比べていただいて、これですよね。究極は皆さん、言い換え可能なものを選びましょうねということでよろしかったかと思います。で、もちろんその際にヒントにするのは情報構造の視点でございますので、場所を考えるときにですね、ぜひ参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。